ハリケーン・クレオは1964年に大西洋で3番目に名称が与えられた熱帯低気圧である。しかし、クレオの前に発生し、名称が与えられた熱帯低気圧はトロピカルストームまでにしか発達しなかったため、このシーズンにおいては最初のハリケーンである。また、このシーズンで最も長く持続したハリケーンの一つでもある。勢力は、 サファシンプソンハリケーンスケールで最大カテゴリー4に達した。このハリケーンによる死者は217名を数え、被害総額は1億9800万ベイドルに上った。なお、1958年にもクリオという名称が与えられたハリケーンがある。このハリケーンは SSHS でカテゴリー5にまで成長したが、上陸はせず、名称の引退もなかった。 クレオの経路クレオはアフリカ大陸沿岸から西へ移動してきたトロピカルウェーブから発生した。これは8月20日バルバドスの東800海里の付近まで来たところで米海軍の偵察機によって熱帯低気圧と報告された。それは西北西に移動し急速に勢力を強めハリケーンとなった。22日の午後早くにはクレオはカテゴリー3のハリケーンとして 115マイルパーアワーの速度でグアドループを通過した。クレオはさらに勢力を強めながらカリブ海を北上し、23日、ドミニカ共和国の南沖で155マイルパーアワーを記録し、ピークを迎えた。クレオは数日間にわたり、その勢力を維持し、イスパニョーラ島に激しい風雨をもたらした。クレオは24日に、 ハイチ南部を通過した後、進路をさらに北向きに変えた。ハリケーンは山の多いイスパニョーラ島を通過したために、急激に勢力を弱めた。クレオはカテゴリー1にまで勢力を弱め、26日にキューバ南部を直撃し、そのまま通過。クレオはトロピカルストームにまで勢力を弱めていたが、キューバ北部から海へ抜けると、再び勢力を強めた。27日。 クレオはカテゴリー2のハリケーンとして100マイルパーアワーの強さでフロリダ州のマイアミを直撃した。その後、勢力を再び弱めながらアメリカ合衆国の東部に激しい雨をもたらした。クレオはバージニア州のノンフォーク近辺から再び大西洋に抜け9月2日には再びハリケーンとなりそのまま沖へと向かっていった。5日、ついにクレオは ニューハンドランド島の北東で消滅した。このハリケーンにより217名が犠牲となり、被害総額は1億9800万ベイドルに上った。最も犠牲者の数が多かったのがハイチであり、その数は192名に上った。グアドループからの公式な発表では、このハリケーンにより14人が死亡、40人が負傷した。 さらに千棟に登る家屋が破壊され、広範囲にわたって島のインフラストラクチャーが被害を受けた。とても速い速度でハリケーンが通過したため、キューバは最小限の被害で済んだ。クレオという名称は引退となり、1968年からキャンディが用いられた。ありがとうございます。